気にすんなって。なんて、こう堅苦しい騎士団よりも俺にはテアトルの方が合ってるんだよね。そうか。実はジャック、話したいことが。リドリー。あ、あいつだ。貴様は確かジャックだったな。なぜここに？は？騎士団を解雇されたので、なぜここにいるかと聞いて。クロス、なんてことを。私が呼んだんだ。ああ、いいんだリドリー。俺そろそろ帰るからさ。ジャック、こんなやつは気にするな。ねえ、そのきつい口調。リドリーはそうでなくちゃな。ジャック、なんか話したいことあったらいつでもうちに遊びに来いよ。そんじゃな。どういうつもりだクロス。ジャックは私が招待したお客様だぞ。おやおや、将来の主人に対してひどい口の利き方。親が勝手に決めたことだ。私は認めた覚えはない。さっさと失せろ。リドリー、お前。いらっしゃいませ。
よ。おい、どこまで行くつもりなんだ。もうすぐだ。なんだ、こんなところに入って。し、あれはザイ、ライトエルフの長老だ。なるほど、ノゲイラ殿によく似ている。そのノゲイラ殿なんだが、いいか、落ち着いて聞くんだ。ノゲイラ殿は死んだ。なんだと。そして彼はここに葬られた。あの舞がノゲイラ殿だ。あれが。ここはエルフたちの墓場なんだ。それに人間とエルフにまつわる古い因縁の場所でもある。ここがエルフたちの墓場。いにしえのエルフ王と同じく、なぜアニジャがこのようなことに。王は忌まわしきかの城にて人間の女と子をなし、ダークエルフと、そしてアルガンダースを生んだ。我らエルフに真の死をもたらす、あの恐るべき汚れを。そして王は、自らそのアルガンダースに侵され、死んだ。そしてまた、アニジャまでが。我らエルフは、老いや病によって肉体が朽ちるとき、玉継ぎの儀式によって、心を他者に移し、混じり合い、死を迎えない。だが、アルガンダースは、その熱い眉の中に、我らの心を封じ込める。兄者、なぜ人間の娘などに、玉継ぎの儀式を行った。人間との交わりは禁忌。アルガンダースに侵されるも必然。アニジャ、なぜ自らこのような運命を招いた。私のせいなのか。人間どもめ、どこまで我らを苦しめれば気が済むのだ。すべてを奪い、破壊し尽くす。そしてアルガンダースという恐ろしき汚れを蔓延させる。そのような人間など、アニジャ、なぜだ、アニジャ。ノゲイラ殿が亡くなったのは私のせいなのか。それは僕にはわからない。ただ僕に言えるのは、さっきのザインの言動を見ればわかるように、人間と妖精との間にはかなり根深い因縁があるということだ。だから少しでも早く答えを見つけなければならない。タイムリミットは迫っているんだ。僕はそのために何ができるのか。お前は辛い現実を見せてすまなかった。しかし君には、玉継ぎの儀式を受けた人間である君には、このことを知っておいてほしかった。
よっしゃ！